so こんにちは。3月の13日水曜日の株とか合の売買シナリオでございます。現時刻が3時52分25秒という時間帯でございます。今日またいくつか資料を持っておりますが、じゃあ先に、えー、ちょっとリキュアの FX 登場、ブログのところで書かせていただいたんですが、さてご存知の通りでございます。えー、米国、えー、失礼、英国において、英国の議会において、えー、まあ、英国と欧州連合、まあ、欧州連合 EU からの離脱に関する、えー え、案が、議会が、で、なされて、朝の、今朝の5時の23分ぐらいに、まあ、報道出てというところで、これ、否決されたわけでございます。で、ポンドが思いっきり売られるのかなと思っていたんですけどもね、賛成が、これ、離脱、協定案に、賛成が242、反対が391と、反対多数でございました。じゃあ、どうなるのかと、え、今般のところでございますけども、これ、否決されましたよというところでございます。そうすると、え、薄くてちょっと見づらいかもしれませんが、じゃあ、今度は何があるのか、え、離脱、 合意なき、じゃ離脱するのかしないのかというところを今日はこれから朝のまた4時頃でございますけども、 え、議会には、はかるというところです。え、でまぁ、あ、おそらく、そうは言ったって何にもしない間に、もう何にも決めないで離脱しようという話にはならないだろうということで、それは否決されんじゃないかというふうにしてみてます。まぁ、あ、ちょっとややこしいんですが、合意なき離脱に関しては反対、要は否決するよというふうにしてなってくるかと思いますが、じゃあ、その後ですね、えー、問題が出てくるのは、ああ、 じゃあ離脱の延期案をどうする延期するのかしないのかう、まあ、これも非常にまあ、英国、うまあ、勝ってということはちょっと言い過ぎ、まあ、当たり前かもしれませんけどね、英国事情に軸足を置いて、え EU ともうさらにさらに交渉するんだというような方向性になっていくのかどうか。ただし、一方で EU 側からは、まあ、5月の23日ぐらいまでには、5月の中旬、下旬ぐらい前にまでには何とかしろと一応、リりロはつけてくれたんですが、さて、今後でございます。これがあまりうまい具合にいかないと、 イギリスの報道官の方からはですね、まあ、えー、否定はされてはいましたが、メイ首相、辞任する可能性もあるよ、あるんだよ、と、こういうところ、そうしたとこでは、えー、身動きがなかなか取りづらくなってきてますね、というのが、あまあ、えー、リキアのエフェクト措置をちょっとブログのところで書かせていただきました。これが、まあ、英国事情でございます。さてで、一方ででございますけども、今日の東京市場、えー、ちょっと久しぶり、久しぶりって言ったらまたよろしくないのかもしれませんが、菅官房長官の記者会見模様をちょっと、 と政府インターネットテレビでじっくり聞かせていただきました。で冒頭は 対北朝鮮に対する制裁問題。これが非常に強かったんですが、個別株においては大きな反応がございませんでしたが、その後にちょっと私二つほど注目しておりましたのが、韓国とのいわゆる徴用工問題に関して、麻生財務大臣、副総理という立場でおっしゃっていたんですけども、対抗措置として送金の停止だとかビザの発給停止というのもあり得るんだということをおっしゃっていたと。日本企業のに対する資産の差し押さえというものに対する対抗措置、菅官房長官 他はあらゆる手段を考えているということでの具体的な話が出てきたんですが、えー、まあそうしたところは適切に対応するんだということで、かなり韓国側に県政権をビュンと投げたというところ。そしてもう一つ、えー、まあこちらのところもまあ改めて、これは多分後半のぐらいのところになってくるかと思いますけど、米系の、えー、報道機関の女性記者だったと思いますけれども、えー、国会において、えー、麻生財務大臣が、 えー、物価目標2%に対して、えー、柔軟な、えー、姿勢を見せてもいいんじゃないかというふうにして考えているということをおっしゃっていて、じゃあ2%の目標を変えるんですかというような話をおっしゃってました。まあ、麻生財務、財、えー、大臣がおっしゃったことに対して菅官房長官は、えー、まあに、えー、日銀が軸となっていることなのでコメントは差し控えということを、まあ、おっしゃっていたわけでございますけれども、事実として、えー、まあ今日ですね、えー、これ1月の えー、2月だったでしょうかね、私が週間見るとしちょっと記憶にないんですけども、2月の18日集合だったと思いますけども、2月の18日集合だったと思いますけども、えー、そのにきに黒田日銀総裁、やはり日銀の記者会見において、ですね今、何に一番えー、今年ですね、注目してますかというふうにしておっしゃられたところでは、春といわベアアップ、まあ、春と、まあ、お給料お給料の上昇、そうしたところに対して、非常に興味を示しているんだというふうにしておっしゃっていたんですが、今日は春と、えー、集中 回答日だったとというところなんですがほとんどのところの、まあ、いろんな団体のところですね、前年比割れとういうところで、消費成功がですね、これ本来でしたらお給料が上がって消費の方にというところだったのかもしれませんが、そうしたところも今日はちょっとままならなかったと、非常にですね、ちょっと大きくマーケットにガツンとインパクトを与えるような材料はなかなかなかったんですけども、じわりじわりと効いてくるような、機械受注だとか、そうしたところもあんまりさえなかったというところが今日は非常に印象的でございました。で、えー、本日の日の経平均 株価ちょっと前置きに長かったですけども、先物などを主体として、やはり下押しになったのかなというところでございます。えー、割値ベースでございますけども、2万1000、21, えーまあ、ちょっと300円台維持できずというところで終了してしまいました。で、日経平均株価が11時に向かって下押ししたというところでは、ドル円レートもちょっとわかりづらいかもしれません。ちなみにこの時間帯が、えー、先ほど申し上げました英国議会での、おーえー EU 側からの離脱案に関するいろんな、まあ、 提案があってに関して否決された時間帯で、この時はドル円はほとんど動きませんでした。で、日経平均株価の下落と一緒にドル円が下がったというとこだったんですが、ドル円レートもまあ結局は大きな動きにならずというところで、112円の、現在が30銭水準、2035ぐらいの時はもうさらにタイトなんですが、そうした値幅の中でのドル円の動きだったというところでございます。さて、で、これを踏まえているございます。かなりちょっとテーマ、テーマが米英国議会の方に予想 られている状況ではあるんですが、えー、日経225クリック株3 6ックをしドル円レ、えートこの辺の上下水準はどこなのか今回のシナリオはこちらでご案内させていただこうかと思います。 ドル円でございます。まあ、先ほど申し上げ、まあ、かなり中長期的な観点なのかもしれません。あの、春闘の賃上げが実現するのかどうか、黒田総裁が注目しておりますよ、というふうにして申し上げましたが、えー、ま、集中、春闘の集中回答日ということで,で、ほとんど前年日割れ、ま、消費の拡大、こちらの方がいかないんじゃないかというところ、まあ、そうしたところで、今日が13日、明日、あさって、えー、日銀の金融政策決定会合があるよと、えー、ますます身動き取れなくなってるんじゃないかと、そして先ほども申し上げましたが、国会の こところでも2%の目標に対して柔軟な姿勢があってもいいんじゃないかと麻生財務大臣がおっしゃっていた。も,うもちろん、えー、日銀またあの政策でございますので、こちらのところには、えー、まあ、あえて踏み込まなかった形ではありますが、かなり厳しくなってきている状況。これはもう皆さんご存知の通り、えー。ただし、我が国としては円売り支付は継続して持っている。そして米国においても、えー、金融正常化棚上げでドル売りとこういうところは、ドル売り、円売りが継続してガチンコになっているとこういうところかと思います。えー、でそうした、まあ、上下幅 非常にタイトになっている中で、一部のインターバークション関係者からは、111円の。 え、ちょうど水準。そして、111円の50銭水準。オプションの設定観測もあるんじゃないかというふうにして聞こえてまいりました。また、おそらく数億ドル分の大きな額ではないとは思うんですが、あんまり大きな上下幅に触れるような材料がないとですね、やはりこの中に収束してしまうのかなというふうにして感じております。えー、で、ちょっと前置き長かったですが、えー、今回の、おレンジは、111円の当選から111円の50銭。で、11円の50銭はおそらく、まあそうしたところでは節目でもあるし、上値が重いのかなというところで、今回振り買い。 待機で A 案 B 案とおおいうところでさせていただきました A 案の方は111円の15銭で買って111円の45銭で売る30銭幅狙いでアゲンスト110円の85銭ということで30銭1で A 案買った場合でございますで売りの方は111円の45銭で売って111円の20銭で買い戻し25銭幅狙いアゲンスト111円の70銭とこちらの方は25銭1とでポイントはやはり111円の40銭台を超えていくのかどうかテクニカル的な 焦点が東の転換線、200日線というところ、まあ、この辺のポイントは全然変わってないよというところで、ですね、ご留意いただければというふうにして思います。 日経平均株価でございますけれども、先ほど申し上げました通り、えー、本日でございますが、21,300円台は割れてしまったというところなんですが、えー、現時点、東京金融と一緒、クリック株365では21,310円ぐらいには乗っかってますよ、というところでございます。で、こちらのシナリオも売り買い待機とさせていただきました。21,200円から21,525円。えー、それぞれですね、えー、上ね、えーこ、まあ、今月のというんでしょうかね、直近のというんでしょうか。先週末からのぐーっと下がってきている抵抗体、切り上がって、 きてる支持線えー、そこにちょっと挟まれての現状とこういうところで、A 案の方は21,250円で買って、えー、21,400円でより150円幅狙い、そしてディスクのはちょっと浅めです。21,150円ということで100円ディスク。えー、上値においてでございますけども、21,100ちょっと、まあ、400円台、500円台、えー、超えていくのかなり厳しいのかなとにして思っているんですが、えー、上がってきたところでは、 ちょっと、ショート持ちたいなというところで21,500円で新規売り待機。買い戻し21,300円で200円幅狙い。で、ディスクの方は150円、21,650円ということで200円幅狙いの150円ディスクというところで考案いたしました。で、本日の当初一部。 で、売買代金は2兆1500億ぐらいでしょうか。一応超えたところではあったんですが、先ほど申し上げました、機械受注だとか大きく下回って、あとは企業業績に対する警戒感というよりは、えー、やはりポジションの縮小、3月期末、そうしたところで金融機関などからですね、やはり、えー、そうして売り物が出てきたのかなというイメージでございます。まあ、いずれにしても、ちょっとほ、 方向性はまだあ、まあ大義名分としては英国議会があるよねという話だとは思うんですが、やはりちょっと外部環境だけに寄せられている中で、先ほど申し上げました、ビアの前年割れだとか、えー、まあ機械受注だとかというところがちょっと先物での売り仕掛けを呼び込むような形になってしまったのかなというふうにして思います。それとちょっとだけですけども、中国株市場の動きというところがちょっと難聴性があって、えー、まあ、 積極的、まあ、厚みがなかったという話もあったんですが、そうしたところでは、えー、まあ、売りが徐々に徐々に強まってきたという、え、見解、市場、一部市場参加者からも聞いておりますが、今日は30業種が下落してしまって、上昇したのが、工業。 え、まあエネルギー関連するの工業だとか不動産こちらの方が強かったねというところなんですが、全般的にはじゃあ上がってくれたところは新月価格4063だとか、そうしたところ、三井不動産の8801、この辺がもう本当に微妙にプラスに寄与しているというところではあるんですが、え、やはり、ちょっと売り物の方が多かった。で、え、日経期のマイナス強度として目立ちましたのが、え、これは20円強ぐらいでしょうかね。 ユニファミマ8028。あとはファーストリーテリング9983が17円強。まあ、この辺のところが、マイナス強度として、まあ、えー、注目されてしまったというところで見ております。ということで、改めてでございます。この米国議会、これもう一回あるよとこういうところですね。先ほどちょっと、リキュアのエフェクス上場、ブログのところで、これ非常にちょっと見づらかったかと思いますが、そちらのところで合わせてご覧になっていただければというふうにしておます。えあとは2回、まあ、おそらく、えー 投票があるよというところは今週ですねえ、ポンドの動きそしてポンドの動きも荒っぽいんですがちょっと俯瞰的に見ると特に大変ですね大枠の中に浅まってるのではないでしょうかという話もちょっとこのブログのところで書かせていただきましたぜひご参考になればというふうに思いますいずれにしてもポンドの動きにおいてですねちょっと米国債金利などもそうしたところでリスクシフトされているというところで金利の圧迫感も今後強まるのかどうかそうしたところも注目されておりますので非常に本邦の金融市場を中心 として見たいところなんですが外部環境が継続して主役になっているとこういう点十分ご留意していただいてお取り組みいただければというふうにし思います以上3月の13日水曜日の株と為替の売買シナリオでございました